ムービングページ、MP と書いてムービングページと呼んでおります。聞き慣れない名前だと思いますが、従来ですとホームページというものを専業の制作会社に依頼してた時代があります。ホームページを作るにはまず素材をかなり十分に揃えてから、テンプレートだとかそこからの骨組みを打ち合わせをして専門の業者さんに作ってもらうというのがホームページです。ですからかなり費用とそれから時間がかかるわけです。そのホームページも出来上がるまではなかなか中身が見えませんので、途中で変更といってもなかなか簡単に変更をするわけにはいきません。そして出来上がったホームページも数ヶ月経って半年経って情報を書き換えたいとか付け加えたいとか入れ替えたいとかといった時には、やはりその専門業者にお願いをして作り直してもらわなければなりません。当然そこには説明する時間とか、それから制作する期間、また費用も発生してくるわけです。時を今思いますと、パソコンで情報を取るよりもスマートフォンから情報を取る人の方が割合がかなり増えているという現実もあります。 PC 用のホームページは横に長いタイプです。それをスマホで見ようと思うと、まあ、スクロールしたり横に流したりして見ることはできるわけですけど、結構文字が小さくて厄介な部分があります。そんな時に出てきたのが LP、ランディングページというものが出てきました。これはペライチといって1枚のホームページ、縦長のものに1枚の中に格納して表現する。ですからホームページは会社で一つ用意するわけですけど、ランディングページというのは部署ごとに、また商品ごとに作る。それも担当部署で勉強して自分で作りましょうというのが出てきました。それを使うにはジンドゥとかウィックスとかワードプレスというものがありますが、実はそれもイラストレーターが使えなきゃダメだとか、いろんなテクニックが必要になってきますから、やはり専門の業者に頼むところが多いわけです。外に頼むということは、また変更したいときにはその説明をしたり、思い通りに作ってもらうにはかなりエネルギーがかかるわけです。そんなときに出てきたのがこの MP、 ムービーページといいます。これは一つの QR コードの中に20個のコンテンツが入れられる全く新しい QR コードなんですね。今までの QR コードというものは一つの QR コードに一つのコンテンツがつながるわけですから、中のコンテンツを変えようと思うと QR コードも捨てなければなりません。また YouTube もしくは URL を取ってないと QR コードが作れませんから、印刷に回すときに結構時間がタイトになります。でもこのムービーページというのは、形は同じ QR コードの形をしておりますけど、実は20個の本棚があると思ってください。そこには Facebook だとか Twitter だとかブログだとか Google マップだとか YouTube、Ustream、まあ、いろんなものをその書箱に格納することができます。そしてこのムービーページのもっとすごい特徴は、その情報をいつでも簡単に何回でも入れ替えられるということです。そんなムービーページというものをまず自社でお使いいただいて、お客様にご提供していただければ幸いです。ただこのムービーページというのは1個だけでは購入することができません。実はポータルサイトという、これを10個束ねた1つのポータルサイト、例えば3500円で接客できる店というと、そこに10個ついてくるわけですね。例えば弁護士だとか中小企業診断士だとか弁理士だとか、まあ同業医師の侍業の人たちも10人で1つのオケを使う、そのポータルサイトを持った人が中身の入れ替えができるわけですから、実はこのポータルサイト、
これを一つご契約いただくと、10個のムービーページを操ることができるわけです。それでもなおかつ、やはりうちはホームページっていうものがどうしても置いときたいよというところには、ページクラウドという全く新しいまた作り方のホームページの道具が出てきました。これはクリック&ドロップすれば、誰でも簡単に作れる。HTML だとかいろんな難しい言語を使わなくてもできるような道具も出てきました。ぜひ今まで、協力会社もしくは専門家に頼んでたホームページの作り方をぜひご自分たちで作れるムービーページをお使いいただいたらいかがかと思ってご紹介しております。カカツ君についてはまた担当者の方からご説明をさせていただこうと考えております。